東日本青梅線をご利用いただきましてありがとうございます。ご利用のお客様に5月13日青梅線一部区間運休についてお知らせいたします。青梅線では中央線のグリーン車導入に伴う線路切り替え工事のため5月13日土曜日の17時30分頃から終電時刻まで加部駅と青梅駅の間で電車の運転を取りやめさせていただきます。運休区間ではバスによる代行輸送を実施いたします。詳しくは駅のポスター JR 東日本のホームページをご覧ください。ご迷惑をおかけいたしますがご理解ご協力をお願いいたします。